それでこの曲がるときはゆっくりね、ゆっくりゆっくり曲がる、うん、それでまっすぐなったらね、まっすぐなったら速度出す、この大きいのいるからね、はい、まっすぐのとこだけ速度出してね、ここでここで合図、ミラー、目視、それでセンターへこう行く、センターへね、その時ほら見て見て、このぐらい寄る寄る寄るね、でこれは普通通りで、あの信号待ちのとこまではね、スーッとこうやってこうやってスーッと途中で、速度を緩めないで、で合図したらチラッと見るだけでいいから、チラッと見るだけでいいから、うん、これ小さく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 こう曲がったでしょ、でまっすぐなったらコーナーまで、コーナーまでで、ここはここはまたゆっくりゆっくりゆっくり、あなたこれが早すぎるの、早すぎるの、合図、ミラー、目視、それでレーンチェンジしたら、うん、ね、合図、ミラー、目視、レーンチェンジする、うん、それでコーナーまでまたほら速度、あのまっすぐだから速度を出して、でここで速度を落としてこの辺で合図して、いい、ここここも同じ半分、半いい、これ覚えてて、ここでこれに沿って小さく小さく曲がるでしょ、こうやって小さく小さく曲がるでしょ、うん、その時にここまで来たらこっちへ来ないで、いい、こっちへ来ない、うん、センター行ったようなこれ、うん、こうやって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 、そうすればほらほらぴったりぴったりでここを曲がれるわけ、わかる、うん、ね、すごいですね、うん、すごいで ここはね、ここハンドルがまっすぐなったら合図すれば戻らないから、よし、でここはね、ここはここを曲がった時にね、曲がった時に、曲がった時にこれ見て、このぐらいこのぐらい寄ってれば、これ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 ね、 OK でしょ、 OK だったらそのまんま5番までそのまんま行っちゃうの、こうやって5番までこうやってそのまんまでほら大丈夫でしょ、うん、でここでも小さく小さく小さくこう曲がる、そしたらね、10番まで速度、あの距離があるから10番まではまたこうやっていくの、どんどんで合図してゆっくりこのコーナーに近づいたらゆっくりゆっくりね、でまたここで小さく小さく曲がる、小さく曲がるね、でこうその見通しの悪い交差点までは距離があるからまたぐーんと来んの、それでここからまたゆっくりゆっくりゆっくり、特に左を見て、OK だったらこういい、OK だったらこうするの、合図、ミラー、目視、それでセンターへこう行っちゃうの、もうセンターへね、ほらね、でいい、あそこ押しちゃう、この障害物はね、障害物はこの辺で障害物あるでしょ、あるでしょ、うんうん、そしたら合図、ミラー、目視したらこれにまっすぐ入っちゃうの、もうこのまんま、このまんま入っちゃうの、そうすると1回戻れば済むでしょ、ね、で1回こう、それで さっき言ったようにこっちへこっちへ思いっきり寄る寄る寄る、このぐらいいい、寄る、それでここね、ここも小さく曲がるんだけど、これ半分までこうやって小さく曲がるの、こうここまでここまでね、そしたらこれ合図、ミラー、目視して、もうセンター行っちゃうの、センターこうほら合図したまんまでしょ、うん、それでここで止まればこれセンターにぴったりね、それで今度はセンターにもう最初からこうやって寄っちゃうの、これこのまんまほらセンターにこれ、うん、ね、そのまんまで20番までこう来ちゃうの、ポンとほら離れないでね、それで今度はまたそのまんまセンターに行きながら、ほらセンターにこれセンターこれね、合図を忘れないようにして、それで12番にそのまま入る、
簡単でしょ。まあ忙しいです。それでここで注意するのはね、まずこれでやるんだけど、この道路を左折で入ってくる車があるから、それが優先だから必ず大きく後ろをこうやって見る。それをやらないとマイナス10ね。うん、ここもこうやって小さくまず曲がるでしょ。曲がったらもうまっすぐになったでしょ。まっすぐになったらもうここで合図して寄りながらもう15番までこう早く行くの。こうね、1、2、3、それから出発で、ここも小さくで16番まであんまり距離がなくても、ここでまっすぐハンドルになったら合図をして、そこまでまたグーンとこうやって、それでさっき言ったように半分までやって、はい右へやって、はいセンターに寄って寄りながら、はい、これもぴったりね、これもやってるでしょ、うん、ね。全然難しくないよね。こういう風にやれば OK 出るから、うん、必ず。どうしてそう言えるかっていうとね、この前までここで試験官やってたの、やってたんです。友達と一緒です。それでさっき言ったように、いい19番のとこで合図したら、そのまままっすぐ来て、この入るとこだけこっちへしっかり寄る寄ってから、それから曲がる。分かった？こういう風に運転すれば OK、うん、簡単だ。うん、よし練習しよう。